私、残業続きでライフワークバランスガタガタの OL だったんだけど、過労死した直後に神様と出会って転生しちゃったの。オスペ公爵家の第三子にね。おいさま、ネフェルティマオシフです。三歳になりました。素敵な家族に囲まれる日々。私は何これ、サラサラのふわふわ。どんな動物とも仲良くなれるの。レアモフっぽいの来たいろいろと面倒なことにちょっと疲れたときは、無理をしないで思いっきり癒されちゃおう。異世界でモフモフなでなでするために頑張ってます。究極のチルアニメ、この冬モフモフ開始。